皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はマリービスケットとホイップクリームを使って簡単なケーキを作ってみたいと思います。使う材料はマリービスケットとホイップクリームと牛乳を使います。では早速開けていきます。じゃあマリービスケットを開けていきます。マリービスケットを開けます。マリービスケットを牛乳に浸しますので、容器に牛乳を入れます。牛乳を入れてその中にマリービスケットをつけていきます。1枚ずつでもいいんですけど、今日は5枚作ろうと思うので、1枚ずつくぐらせてもいいし、5枚いっぺんにつけてもいいので、よく牛乳を染み込ませます。牛乳を染み込ませたら、ここにホイップクリームを塗っていきます。ナイフで伸ばします。そしてまた上に重ねます。重ねた上にホイップクリームをのせます。はい、その上にまたビスケットをのせます。でこの作業を繰り返していきます。最後は全体に生クリームを塗っていきます。生クリームを全体に塗ったところで、これを冷蔵庫で数時間冷やして実食してみたいと思います。出来上がりました。昨日作って、昨日1日冷蔵庫に寝かせて今日出してきました。さあどうでしょう。今から切ってみたいと思います。さあちゃんと切れるかどうか。あ、スーッとナイフが通ります。すごい柔らかいよ。こんな感じに中身がなっています。こんな感じ、ミルフィーユみたい。ミルフィーユと違うかな。こんな感じです。じゃあ今から実食してみたいと思います。さてお味の方はどうでしょう。綺麗なミルフィーユ状態になってます。そんなに甘くはないと思うけど、どうでしょうか。マリービスケットの味がする。でも思った以上に柔らかいです。柔らかい、うん、もうちょっと硬いかなと思ったけど、うん、でこれはあのココアパウダーも、ココアパウダーってココアパウダーをかけてもちょっとおしゃれな感じになるようなので、ちょっとかけてみます。さあ味がちょっと変わるのかな。ココアパウダーをかけてみるとちょっとチョコレートの味がするかもしれない。もうかけた方が美味しいような気がする。ある方が美味しいですか。うん、ある方が。ないともうマリービスケットの味そのものって感じだけど、
あったらちょっと味変したらもっと美味しく食べられそう。どう？美味しいです。美味しい？うん。普通にケーキみたい。ケーキみたいよね、うん。もう作るのは簡単。このマリービスケットを1枚ずつ牛乳にくぐらせて、このビスケットを牛乳にくぐらせて、生クリームをホイップクリームをこの間に挟み込んで、これを積み上げていって、もう1個だって全体にもう1回生クリームをかけて冷蔵庫の中で寝かせるだけで柔らかいマリービスケットのケーキになります。で、今気づいたんだけど、ここにストライプケーキの作り方っていうのがここについてるので、結構メジャーな作り方なんじゃないかなと思います。で、簡単にこんな可愛いケーキができるので、この上にフルーツとか乗せてもいいし、生クリームをまた絞りかけてもいいし、とてもこうおしゃれな感じで出来上がると思います。こんな感じです。これ昔、もうずいぶん前に私何度か作ったことあるんですけど、忘れてたけど、黒柳徹子さんがこれを作って、テレビだったかな、なんか歌番組かなんかで誰かに作ってきてあげたのを見て自分で作ってみたんですよ。その時はこんな形ではなくって、このビスケットを今回はこうやって縦に積み上げていったんですけど、その時は横にこうくっつけていって、ロールケーキ状みたいなのを作って食べた記憶があります。だからいろんな形で作れるのでね、簡単に作れますので、ケーキ作るのは大変だけど、こんな感じのロールケーキというか、ケーキっぽい感じのスイーツを作るのは簡単なので、ぜひ一度作ってみられたらどうかなと思います。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。